東津川市長東津川市は大韓民国景気道北部の都市である。面積95.68平方キロ。首都ソウル特別市の北方にあたり、軍事境界線に近く広大な在韓米軍基地が存在する。朝鮮王朝時代は洋州牧に属し、1963年、東津川有に改名、1981年西に,に昇格した。 米軍基地の町であるが、名称、商用山を訪れる登山客も多い。気候は寒冷で冷え込みが厳しく、2001年1月15日には低く、摂氏26.2度を記録している。その寒冷な気候を生かして、スケート競技が盛んである。朝鮮戦争を記念する自由守護平和博物館も、運営されている。欠片の気候区分では、寒帯等気象雨気候である。 冬は韓国有数の寒冷地であり、最低気温が低く、摂氏10度を下回る日も多い。夏は降水量が非常に多く、比較的高温多湿である。最高気温極値は、摂氏38.7度、最低気温極値は低く、摂氏26.2度である。市の面積の39%に当たる32.31平方キロが在韓米軍に、 供与されており、米、第二不評師団などの広大な基地軍が存在する。2003年11月には、ラムズフェルド米国防長官が、キャンプケーシーを訪問した。在韓米軍削減計画により、一部返還される、予定。ありがとうございます。